今回もゲストは新体操元日本代表坪井穂奈美さんです。新体操は体の柔軟性が必要ですよね。はい。もともと体柔らかかったんですか？始めた時はそれほど柔らかくはなかったんですけど、私股関節を柔らかくしたかったので、毎日新体操の練習の前に30分は欠かさず柔軟をしていました、なるほど。私はもう体が硬いんですよ。本当に、ね、羨ましいですけども、ぜひその坪井さんの柔らかさを見せていただけませんか？新体操でおなじみの横バランスをしたいと思います。はい、横バランス、うわー、さすがお見事です。ありがとうございます。ここまでいかなくとも、私たち体を柔らかくするために何をしたらいいんでしょう？私ヨガのインストラクターもしてるんですけど、はい、このように座って、左手を後ろにぐるぐるっと回すと、回す、肩こりや頭痛が改善されて、すごくスッキリするポーズなのでおすすめです。これなら私もできます。